やっぱり特別なカクテルがあるとすごいいいなと思う、ね、イニシャルカクテルっていうのもシグネチャーシグネチャーってシグネチャーカクテルっていうのシグネチャーのオリジナルカクテルっていう意味でそうですシグネチャーカクテル、はい、ちょっと特別なカクテルでそこの看板になるようなあまあシガポンシグネチャーな感じですよねそれぞれの知ってるところの何々のところやったらみたいな飲めるとかいうのが、まあ、10個ぐらいバーって出たのでそれはコンセプトとしては、うん、もう食べ物に合わせたカクテルっていう感じ私たちはねだからそのつまみから入ったのでまあマリアージュというかそれにも合うシグネチャー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 そのカクテルとか飲み物と、はい、合わせるときに2つ同時の考え方があるんですけども、はいあよくあるのが佐々木さんもおっしゃったような、うん、なんか食べ物に合わせたカクテルっていうのが、はい、おつまみとその飲み物です、はい、これでマリアージュを楽しむっていうか、うん、ペアリングとかいうペアリング、はい、最近多いのが、はい、すごいレシピがシンプルなんですけども、うんこの素材と、うん、ここの土地で採れたこの特別な素材だけを混ぜて作る、うん、すごいレシピはシンプルやけども素材にこだわって作られた特別なカクテルです、うん、例えばカシスオレンジって種類なんですか、うんうん、すごい単純ですけども、うん、例えばこれを日本で作られてる珍しいカシスと、うん、オレンジジュースもどこどこ産のそこの土地で採れたオレンジと混ぜた特別なカシスオレンジですっていうとそれでもシグネチャーカクテルになりますそうもう私も今思った水王の柚子ベアリングとマリアージュっていう観念もあるんですけどやっぱり産地のもののベアリングっていうのがいたがいつもにも含んでると思うんですけどそうですねやっぱりそれが全部含まれてた方が多分、はい、厚みとして出てくるので、はい、なるほど、はい、特にそれがあるし、ねはいはい、例えばまあ、こういくつかこういうのとこもあってでもその順番に毎月とかを2個でもいいですけど、こう発表していくみたいな感じがいいかなと思って、なんかできたらその担当 Vlog の見せ方でその作られる過程か、その作って出来上がったものを実際こう作る時とかのご説明とかまた取材させていただきました。ありがとうございます。そしたらそのまあ食材がまずあって、うんはい、それをどういうふうにカクテルに落とし込んでいくかっていう、はい、それは方法としては、うん、例えばその液体にできるようなものであればまあ、カクテルにしてしまう、はい、もしくはそのつまみながらであればそれに合うカクテルを考案して、うん、そのセットでっていうような提案をしようと思います、ね、あそっかおつまみだけじゃなくて実際液体にしたらブレンドもできるとかそうですね例えば漬け込んだりもできるのでともありえる、まあ、おつまみとのベアリングっていうよりももう漬け込んだものっていう観念でもいいですよね何パターンか、そうですね、やってみて、なんか作り手の方の思いも伝えたいと思うので、うんはい、なんかやっぱこれはそのまま食べてほしいっていうね、はい、いう気持ちもあるかもしれないですし、はい、だったら、じゃあそれに合わせた、それと相性のいいカクテルを考えて、うん、できればそれに意味合いもちゃんと乗っけて、うんなんかちゃんとリンクできるようなものになったらいいです。うんはい、今、御所西です。こちらが御所です。今出川を南に向かって歩いてます。御所の門から、虎屋さんの方向に向かっていて、そこをまた西に入ります。
今本田美穂さんの方に来ています、はい、よろしくお願いいたします。こちらは創業何年になりますか？創業が、西暦で1830年、元号でいうと天保元年になりますね。すごいですね、はい。ちょっと軽くお店 の、はい、あのご説明とちょっと商品のご説明、今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい。まずは、メインはですね、はい、やはり、はい、何が看板商品かと言われると、はい、西京白味噌になります。はい、大体大豆の2倍ほど米麹を使ったお米の上品な甘さが、はい、大きな特徴の一つになります。はい、はい。で、まあ、昔は甘味料として砂糖の代わりに、はい、甘いということで使わっていただいてたということもありまして、まあ、今ではそちらで、まあ、応用じゃないですけれども洋菓子にもアレンジできるんじゃないかということで、まあ、遊び心でダックバーズとかフィランテとかラスクとかもやらせていただいております。はい、あと御所に近いということで、昔は御所に品物を、はい、王室御用立つじゃないですけど、はい、そういう感じで品物を納めてらしたんですよね。そうですね、当時天皇陛下京都御所のお住まいの時には白味噌、赤味噌を献上し始めて、はい、そちらが創業のきっかけになったということで、当時唯一の納め先が、ま、京都御所ということで、はい、伺っております。はい、はい、ありがとうございます。そしたらちょっと新商品などもご紹介ください。はい、こちらがちょっと気になって、これ味噌フレークってなってるんですけど、はい、こちらのフリーズドライのお味噌を加工して、はい、砕いて瓶詰めしたものになるんですけれども、はいはい、今のところ燻製とごまの2つの味でやらせていただいております。はいはい、あとどういった商品がありますね。そうですね、メインは西京白味噌なんですが、はい、その白味噌を使った、はい、当て味噌お酒のあて、はい、ご飯のあて、はい、両方おすすめの当て味噌になります。はい、まあ、年間通してやらせていただいているのはこちらの5種類になるんですが、はい、期間限定で、はい、今現在やらせてもらっているのはわさび味噌。あ、そうなんです、季節ものとあと年間通してのものが、はい、年間通してのものはどういったものがありますか？上からですね、生姜味噌、山椒味噌、はい、で、しそ味噌、はい、ちりめん味噌、納豆味噌、はい、5種類あります。これは一年中置いてらっしゃる、やらせていただいています。はい、で、今の季節限定がこちらのわさび味噌ですね。先月までの引き味噌という味噌をやらせていただいていまして、秋口になるとイチジク味噌とか、栗味噌、栗と、はい、追加で入ってきますので、はい、お楽しみにしていただければ。はい、すみません、どうもありがとうございました。クリームチーズに西京漬けに漬け込むんですか？魚とか肉を白味噌で漬け込む要領で、はい、要は同じようにクリームチーズを漬け込むというイメージになるんですけど、はい、魚とか肉の場合でしたら臭みとか水分が、はい、お味噌の方に移動するんですけど、はい、クリームチーズはそういうのがないので、はい、まあ、白味噌もそのまま食べれますから、はい、でその拭う手間とかもなくそのままクリームチーズと一緒に召し上がっていただくこともできますし、はい、もうチーズの味ではなくなる、はい、イメージとしてはチーズケーキみたいな、ああいう、まあ、お子様でも美味しい美味しいとか食べるようなそういう味になります。はい、普通のクリームチーズ、普通のクリームチーズ、どれぐらい漬け込むんですか？これもお好みなんですけど、はい、まあ、2、3日ぐらいでちょうど十分じゃないですか。一晩でもそれなりの野菜のディップ用味噌にマヨネーズを混ぜるだけで、そうすごい。これは何味噌が合うんですか？まあ、それぞれ合うんですけど、まあ、白味噌だとマヨネーズの色が近いとかして、炭黄色で、次に外人さんとかね、マヨネーズですね。全然そのマヨネーズの味が一変しますので、ちょっとのスペシャルレシピを最後に、スペシャルレシピ、はい、パンにも合うということで、はい、
白味噌と蜂蜜を1対1の割合で混ぜて、はい、それを、まあ、食パンとかバケットに塗ってから焼く、まあ、焼いてから塗ってもいいですけど、はい、でその後に、まあ、ちょっと焦げ目がつくぐらい、はい、であとお好みでバナナをこう輪切りに例えば切って、はい、上に乗せて、はい、でシナモンを振ったりとか、はい、あと、まあ、リンゴでもアップルから熱を入れると甘くなるというので、はい、まあ、ちょっと薄めに切って、はい、でリンゴを乗せて、はい、味噌はちみつ塗ってリンゴを乗せて、で焼いて、はい、で最後はシナモンをかけると、はい、多分お子様でも美味しく召し上がる、はい、パンにも白味噌が合うということで、はちみつ白味噌自体をなめてもすごい美味しいです。あ、じゃあ、はい、はい、ありがとうございます。京都 Vlog 道草いかがでしたか？いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Thank you for watching 京都 Vlog 道草。 Please subscribe. See you soon.